こんばんは、対談の時間です。今日は、RMO の、松健キッドさんに来ていただきました。松健さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まずですね、恒例なんですけども、簡単な自己紹介からお願いします。はい、RMO というバンドをやってます、松健キッドです。2007年の6月にセカンドライフに誕生しました。で、翌、2月から、バンド活動をやっております。不定期にライブ活動とか、やってますので、これからも見に来てくださいね。よろしくお願いします。はい。まあ、いろんなね、バンド活動されてて、私もね、何度か見てますし、また学校の方でもちょっとチラチラ見たりとか見なかったりとかしますが、すいません。まずですね、この番組をご覧の皆さんもそうだと思うんですが、RMO って、なぜ RMO になったのかというところをちょっと簡単に、教えていただけますでしょうか。はい、ゆかりがあるですね、カフェの名前がですね、ロック&メイドカフェというカフェがありまして、そこから、ロック&メイドオーケストラ、略して RMO というバンドをやったということです。なるほど、なるほど。はい。すごいですよね。2007年からっていうともう本当に長く、サンドライフのこう日本人のコミュニティでは新生の部類に入ると思うんですけども、まあそういう中で、音楽をやってきたということですが、最初、セカンドライフを始めた頃ってどんな感じだったですかね。2007年ってまだ日本語版がまだできる前ぐらいですか。ちょい前ぐらいですね。そう、はい。なるほど。そうですね。その当時はやっぱり、もっとなんか荒い感じがしてましたね。風景とか、建物とか。確かにそうですね。で、そんな中で、松健さんが、まずそういうカフェにたどり着くとかっていうところでも、まず最初に入った時に、松健さん、はい、いろいろと検索をされたりとかしたそうなんですが、どんな感じでもってそこにたどり着いたんですかね。はい。やはり、日本語版がないということで、当時オリエンテーションランド、ありましたね。練習するところ。はい。そこがわけわかなくて、なんか日本人、外人として、話しかけられてばっかりで、英語わからずに、それで、日本を探そうと思って、ジャパンと検索に打ったんですね、うん、地図で。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、そこで出てきたのが、ジャパン01から、なんか名前がついてる、番号がついてる名前のところですね。1から順番に見ていきました。ありましたね。なるほど、なるほど。それでもって、そこでもってカフェを発見したんですね。そうですね。なんか、当時、ハードロックカフェの看板があったんですよ。おー。そこにですね。はい。はいはい。見てたら、日本人に初めて話しかけられまして、チャットでですね。はい。それで話したところ、その人、曲をですね、セカンドライフ内で流してるということで、面白そうだなと思って、バンドやってみるって言って、何をするかわからずに、はいって答えてしまいました。ああ、そうだったんですか。おー。そうですね。はい。でも、マツケンさんもあれなんですよね。実際に、リアルの方といいますか、作曲とかそういうような活動はされていたんですよね。そうですね。かなり長く、自分で、自宅でですね、はい、パソコンを使って音楽を作ったりとかはしてました。なるほど。じゃあ、逆に言ったら、それは、このセカンドライフに来て、もう実際になんていうんですかね、なんかバンドを組んじゃうみたいな、そういう形になったという、そういう流れなんでしょうか。はい、そういう流れですね。ああ、素晴らしいですね。実際にでも、これは、セカンドライフに入って、そういう出会いがあったということなんですが、ただ、セカンドライフっていうと結構、外から見えにくいと思うんですけども、セカンドライフを始めたきっかけとかっていうのは何かあるんでしょうか。そうですね。自分自身、こういう、なんて言うんですかね、箱庭的なというか、こういう 3D で作られたネットの世界っていうのがすごく興味があってですね。はい、それから入った口なんですけども。の、なるほど。じゃあ、はい、はい、どうぞ。初め音楽とかは全然、やるとは思わずに、思ってなくてですね。はい、はい。人のを見て、なんかこれだったら自分の曲流せるなと思ってですね、始めたというのが正直なところです。なるほど。まあでも本当にね、最初のうちは日本語版のね、もちろんビューアーもなかった時代ですし、情報も全部英語でしかないし、はい、音楽流すっても結構大変だったんじゃないですか？そうですね。でですね、たまたまなんですけど、はい。出会った人のところ、カフェにですね、二日目行った時にですね、はい、エドワーズのマサさん、今ゼロのマサさん。はい、ゼロのマサさん。はい、はい、はい。来られてですね、で、はい。
よくお付き合いするようになってて、で、はい、初めてそのライブっていうのを見たんですね。おー、なるで、ほど。それ見るうちに、はい、どうやってやってるんだとかいうふうな話で、勉強させてもらいました。なるほど。やっぱりこう人のつながりがね、こういう音楽にしても何にしても、本当は最初の当時はもうどうしていいか本当にわからないっていうのはね、正直なところじゃないかなと思うんですが、まあ、そういう中でもってね、やっぱり音楽活動をつながりでもってできたっていうのはすごいですね。はい、そう思いますね。はい。なるほど。で、じゃあまあ、例えば、で、今までいろいろと音楽やなんか作ってこられた松健さんが、まあ、いざ、じゃあ、人の前といいますか、こう、セカンドライフの中でコンサートをやった。どうだったですかね？どんな感じだったでしょう？そうですね。一番初めにやった時は、本当、何が何だかわからない状況でやったので、はい、あっという間でしたけども、はい、2、3回やってる、行くうちに、やはり、お客さんの反応がですね、ダイレクトに来るところがすごく気持ちよくて、声援とか、チャットでですね。チャット来ますもんね。なるほど。すごく楽しかったです。やはりあれですよね、こう、特にね、なんですかね、パソコンの前でもって、まあ、いろいろ作業されて、お仕事されたりしてる人にしてみると、この仮想世界の中でもって、いろんな人とのつながりができたり、また、そういう人たちから反響をもらうっていうのは、本当に感動しますよね。はい、その通りですね。すごく感動します。いや、本当ね、そんな中でもって、続くわけで、実際に、まあ、数えてはいないとは思うんですけど、大体何回ぐらいもコンサートやってるんでしょうかね。マツケンさん、かなりあちこちに出演されてると思うんですよ。そうですね。本当、数えたことないですね。月1回ぐらいは多分やってるとは思うんですけどね。はい。はい、この間のスタイルも出られたんですよね。ええ、出ましたね。ねえ、もうあの時はもう本当に重たくてね、大変でして、ただ人もたくさん来てましたし、やっぱ皆さんファンがたくさんいるなぁと思いましたけども、はい。はい、ありがたいことですね。やはりこういう、なんていうんですかね、仮想世界の中での活動にしても何かやるにしても、やっぱりこうみんながこう支えてるとか、みんなで作ってるっていう感じが、こうすごく春で感じられるような感じしますね。はい、そうですね。やはりステージにしても、得意不得意があって、オブジェクトを作る人、スクリプトを作る人、まあ、いろんな、PR する人、いろんな、能力を生かして、やっていく、作り上げる、イベントを作り上げるということが、すごく楽しくて、面白くてですね、はい。はめ出すとなかなかやめられなくなる、セカンドライフってところですかね。そういうところですよね、はい。じゃあ、そんな中でもって、セカンドライフ、まあ、いろいろなね、感動を、与えていただいて、まあ、感動していろいろしてると思うんですけども、やっぱセカンドライフの中ですごいなとか、おおと思った、まあ、特にここに残っているようなことっていうのは、どんなことがあるでしょうかね。そうですね、やはりイベントとかもあるんですけども、はい。そうですね。やはり、ライブイベントとかですごい感動するものを見たりとか、またすごい建物とか景色を見たときはすごい感動しますね。確かにすごい世界が広がってますからね。で、はい、それぞれの、まあ、一つ一つのパーツが誰かによって作られたっていうのはまたこれ感動しますよね。なんか自然にできたものは一つもないわけですからね。なんか山にしても川にしても、なんかそんなね、まあ、本当箱庭っていう先ほどね、おっしゃってましたけども、もうセカンドライフ、はい、いろんな活用の仕方がなる。で、やっぱりその中で、まあ、コミュニティですとか、音楽ですとか、やっぱそういうものが、こう、つながっていくっていうのは大変ね、まあ、すごいっていうか、もう感動の嵐なんですが、マツケンさん自身は、この中でもって音楽活動をやってきて、はい、で、今後といいますか、これからですね、まあ、どんなことやってみたいって、こんなこともやってみたいなっていう、そういうようなことはありますでしょうか。そうですね、やはり音楽以外、あまり不得意なので、音楽メインになってしまうんですけども、はい、自分の音楽をやる上で、もっと幅を広げたいなと思ってますね。なるほど。はい、まあ、例えば、どんな、はい、音楽のジャンルで言うと、ちょっと今、割と、歌謡曲っぽいというか女性ボーカルの曲とか多いんですけども、はいはい、もっとロックっぽいやつとかですね。激しいですね。ああ、いいですね。そういうやつとかですね。逆にですね、はい、静かな感じ、アンビエントな感じで、弾いちゃうぐらいの感じですね。
弾いちゃったですね。ああ、静かな。でも、なんかそういう幅のあるいろいろなことできるし、また、ね、それぞれまたマツケンさんの味が出てくると面白そうな気がしますけどね。ぜひ、これは、実現していただきたいなと思うし、また、それに合わせたステージとかもできると面白いかもしれませんね。はい、あ、それは面白いと思いますね。まあ、あとはなんかコラボレーションとかもいろいろしてみたいなっていうお話ありましたよね。はい、過去にも何度か、ミュージシャンの方と一緒に曲を作ったり、ステージに立ったりしたんですけども、今後もそれがすごく面白くてですね、今後もたくさんやっていきたいなと思ってます。マツケンさんはね、本当にいろいろな方と、また逆に結構コンサートにね、あちこちのそのイベントなんかにも呼ばれて行ったりもされてるみたいですからね。そうですね、はい、最近は呼ばれていくことが結構多いので。なるほど。いや、本当にそんなんかやってますけども、で実際にこう例えばリアルでも作曲とかそんなのもされてたんですか。まあ、昔からっていうふうに、はい、実はもう大学時代から曲は作っててですね、はい、かれこれ20年近くやってるんですけども、すごいですね、バンド自体はですね、はい、バンド自体はちょっとやってなくて、大学でちょっとやったぐらいで ずっとやってなかったんですよ、はい、でセカンドライフに来てまた仮想ですけどライブをやることになったという経緯があります。あれですね、こう一人でもこう、まあ、音楽を作っていく、またそれを作って楽しめるっていうのは、まあ、マツケンさんのすごさだと思うんですけども、またそれをこう何ですか、こう仮想世界の中でもいろんな人とシェアするといいますか、共有できるっていうその楽しみが大きいんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、やはり聞いてくれる人とか見てくれる人がいるから、逆に作るモチベーションも上がるというかですね、そうですよね、そういう部分がすごくあります。それにまたコラボレーションで他のアーティストのコラボレーションってのも面白いんじゃないですか。はい、そこがすごく面白いところで、予期せぬ結果になってしまう、なってしまってからなって、はい、すごくいいものができたりとかですね、はい、はいはい、そこがすごく面白いですね。まあ、いろいろな、ね、アーティストさんたくさんね、この中でも活躍されてほしいなと思いますし、今活躍されてる方いらっしゃいますけども、いろいろなコラボレーションもできたり、またステージもね、本当ゼロから作れますからね。そうですね、はい、もうぜひともこのマツケンさんの世界といいますか、まあ今後のですね、発展とかも含めて考えてもらいたい、考えたらいいなと思うんですけども、でも本当リアルでもってこう20年ぐらいもこういろいろな作曲をされてたものがこうセカンドライフに出会って、なんかこういろんな人とこう共有できるようになってきたっていうのは、やっぱこれはやっぱセカンドライフ、まあ今回の今日のね、お題にもなってますけども、セカンドミュージックライフですか、本当にまあ、なんていうんですか、こう新しいこう音楽の表現の仕方といいますか、共有の仕方が出てきたかなっていう感じも受けますが、マツケンさん、その辺はどんな風に感じてらっしゃるんでしょう。はい、確かにそういう意味ではすごい未来的な部分があるっていうかですね、視覚的効果とか、すごく合わせて、マルチメディアがもっと先というかですね、新しい表現方法として、視覚効果、音響効果、いろんな効果を使って楽しませるエンターテインメントとしての可能性がすごくあると思います。そうですね、マツケンさんも逆に言ったらその自分の音楽とその逆に言ったらせっかくあるそのビジュアルも含めていろいろな形でもってコラボレーションした新しい、まあ、表現というのに、まあ、挑戦していただけると、まあまあ、一、まあ、ファンとしても大変楽しみにしてますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、なんか話してますと、まあ、あっという間にですね時間が来てしまうんですが、最後にマツケンさんの方からですね、視聴して皆さんに、はい、宣伝といいますかコマーシャルといいますか、はい、お願いいたします。はい、はい、ですね、不定期にライブやってますので、近所の方は見に来てくださいというか、告知を見たら見に来てください。はい、それと私がいつもお世話になっているカフェの宣伝をしたいんですけども、ちょっとここじゃ URL 出せませんので、うん、私のブログを見たら載ってます。はい、で RMO とカタカナのマツケンって検索すると一番出てきますので、そちらで見てください。はい、よろしくお願いします。
いや、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、Google で検索で RMO と、マツケンとカタカナを入れて検索して、まあ、ここからですね、マツケンさんのブログに行ったらば、まあ、いろいろな情報も見られると思いますし、まあ、全然ね、マツケンさんの音楽まで聞いたことないなっていう人は、ぜひとも、コンサートに行って、マツケンさんの音楽を一緒にですね、共有していただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。今日はお忙しい中、本当ありがとうございました。いえいえ。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。